はい、ではね、2、3分ね、考えてきました。じゃあもう考えたんですけど、まあ、どんなね、アイテムで、この子はね、50回までたどり着いたのかね、見たいので、そのまま積むことにします。うん、ワープしてもいいんですけど、ワープしないとね、積むことにしました。薬草はいらないですね。おとぎり。毒消しはやらないの、飲んだって。これは1位の満タンまでしてから飲みます。じゃあ飲みます。薬草も HP1 上がりますからね、飲んでおきましょう。まだなんかトドが1白か、どうしよう。一の持てないんだよね、一のね。目薬があれば強いんだけど、50回ですもんね。飲みましょう。一瞬諦めましょう。はい、下ります。悔しいなぁ。だるま、とりあえずここら辺行け。やりません。何なんだろうね、これね。それと腹入れときましょう。手封じ。消しは別にいらないね。ここで手封じ割っちゃいましょう。毒消しを飲みに行きます。お、いいじゃない。まあ、高いありましたね。ワープがなくてね、雲がちゃんとまだあるんで。お花入れておきましょう。お、これ祝福ですね。名前祝福。
ってことは、祝福。やっぱりやるでしょう。ピンクギリ入れるでしょ、祝福にはね。あの、50回で、ノウハウがあるんで、祝福。あとは、明かりも入れときたいな。明かり。で、識別はやっちゃうとね、あれなので、ゾワゾワかな。あ、でもな、真空切りがあればいらないな。2枚あればいらないね。あと一発叩けば倒せれそうですもんね。仕切りっても25回絶対終わっちゃいますもんね。入れるものはないですね。とりあえず壺とか潰されるのが嫌なので、とりあえず壺に敷いていくと保存に困った僕。うーん、祝福1個あげておきますか。で、祝福でそんな使う機会も少ないんで、金の剣来ましたね。これで武器は食べても旅側の踏んでも安心ですね。大丈夫ですね。あー、成長状態稼ぎたい。ここの次のフロアで稼ぎましょう。ただこの辺って確かデビルはなんか出てくるような感じあるんですよね。確か20何回13回とかその辺ぐらいのデビル出てくるんですけどね。おっと、いらないですね。じゃあたまにね、こういうあの迷路マップでもあのアイテム落ちてる時あるんで、ちゃんとね回った方が。暴れ欲しいよね。お、やった。説明。うん。やったやったやった。これ持ってきた、持ってきたい。ドアドアを祝福の中に入れてきます。いらないわ。あればあったらいいですね。いいんですけど、テンポが悪くなっちゃうんですよね。背中すごくいっぱい出てるような気がしますよね。3355ですもんね。こんなにいっぱい出てて、なんで死んじゃったんだろう。
識別するためにしてきます。あーでもな、なんか遅封印されてたらね意味ないんでね。あー無敵装欲しいね。ウニよりも適当なのが強いですよね。換金はいらない。使いたいんだけど、よかった、こんなで装備しててね、ドップル。こう。こうは。もうちょっと経ってからね、持っちゃいくんですけど、まあ合成した後ですよね、どっち持ってくにしても。巨大いいね。識別って祝福入れちゃったっけ？入れてないですね。持ってますよね、識別ね。ここで識別しちゃいますか。他のもいっぱいあるし。ちゃんと使える状態にしていた方がいいのでね。とりあえずここに入れといて、この変化割っちゃいましょう。何があったんだこれだけ。まあまあ言うようがなくてお金払います。あ、20が確定にしてるんですね、それがね。あ、新罰割りにいいですね。あ、なんかここにあったくさん飲みましたね。あ、やり直しそう。あ、一応もらっとこうか。巨大は1個は入れといて、
うん、あとは食べちゃっていいですね、足の上食べて満腹とかね、120で、これも、取ったんです。何千いくら、あーそっか、無敵そうか、引き別したんだよね、あとやり直しとか買ったんだよね。うわちょっと甘えさせて、甘えさせた、甘えさせて、これが、こういらないね。うん。魔法切りのところにさ、金の剣入れればね、結局、大丈夫そうなんで、封印解けるんで、あと説明で、ここでしょ。あと5入って、これもね、あー、でも先に睡眠とか入れたいって言ってましたよね。あ、睡眠持ってるんだ。あれ、さっき、じゃあ、何の草持ってんだ、これ。あー、睡眠水いらないですね。いらない。たら、やり直しそういうこと言って、こう持ってきます。これやばいやばいやばい、ちょっと混乱でと お手頃価格でお払い、お払いいいですね。ちょっとお払いに入れときます。ちょっと封印したりすると痛いんですから、勘弁しなさいよ。これは甘えたくないんですけど、音切れですね。痛いな。あー、これは絶対甘えちゃダメ、甘えちゃダメ、甘えちゃダメ、ポッキー甘えちゃダメ、こうでもダメ、なんかないか、なんかないかな、魔導で。なんか回りたくないなぁ。いや、今更ドッキしちゃってもね。裏道なんか出てたんですね。せっかくまで来たんだから。うわぁ、暴走が。あーでも癒しと巨大なやつからまあしょうがないですね。
まあ、あの確かお祓いの粒にお祓いのおまけ物が入ってるんでね、あのなんとかなります。ああ外せないんだ。じゃあこれ甘えちゃダメですね。こんなんで、お祓い、とりあえずお祓いの中に無敵ぐらい入れてもいいですよ。そんなそうそう無敵を使うようなことはないですけどね。これ爆発しないかな。やっぱ爆発したかな。背中識別しておきますか。回りたくないですけどね。あー回らなきゃよかった。もうこれ一発では死なない、爆発しないで。ちょっと待って、これはまずまずまず。ちょっとお前は一時間。これ外ってないんだよね。一気しろに場所良かったっけかな。あるじゃん。そこ忘れた。まあとりあえず、これ背中押しておきますか。これね、こんなん。空振りにないからね。笑いしかないですね。
こんなんで貧乏になっちゃいましたね。獣、怒り。もうちょっとこのフロアなんか、貧乏になっちゃうんで。下ります。あれを割りたい。お払い。これだ。で、おにぎり食べて。話は理由できます。これは飛ばし回ってきます。これこそさ、あれでいいじゃん。やまびこかなかったよな、あと1個の目。に、混乱つかるか、逆しか。こんなんで。ちょっと待って。痛い。踏みカート。勘弁してほしいんですよね。待って、カッパなんか足元になんか持ってるとか。どうやってこれ消すんだっけ。確か敵消すボタンあったんだよね。やつなんだよな。おにぎり。あ、保存キャッチできるかもしれないね。できなかったですね。ですね、山彦はね。
たらこのヤマビト状態だとこの魔法の行ったり来たりする時間がねかかって嫌ですよね。あれでしょ、うん、絶対当たらない。あ、おお、ほぞほぞ、よかったよかったよかった。でこれこんな1枚しかないから、こんなにタッチしましたね。今度何をしてる？巻物？でさっきと同じ一方で。危な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 。背中をね。あー、どうもせいですね。うん、食べてきますか。そろそろね、合成ですね。ただ31回って確かまだガラが出るはずなんですよ。なのでこう苦手なんでね、こっちで合成したいなと思います。なんかあったような気がするんですけど、合成するものが保存かなんかに入れたんだって知って、あ、お祓いに入れてたんですね。じゃあ上行ってお祓いを投げましょう。マス計算してもらえないですよね。あ、フードも通りないんですよ。であとはあれじゃないのかな、今拾ってまた出てきた。この辺りね、投げれば。この辺り投げれば。あれなんですよね、全然弱いんですよね。でこれは何、どうやって起こそう。
なんかあるかな。カラオリーも取りたいか。混乱がね、おかしかったけど、混乱入らなかったんで、まあしょうがないです。ロレインとね、魔法斬りとか。まあ、みんなね、ちゃんと6個入ったんで。で、盾もお払いしなきゃまずかったんだよね。盾。あ、でも盾入れるもんないね。あ、いいでしょ、盾は。いや、強いね。合成スローもないからね。フットバー1個。あ、こんなとこであんまアイテム使えたくないんですよね。まあ1個ぐらいだったらいいですけど。痛いんですよね、もうね。この辺から痛くていいだって。下りますどんどんね。これはこんなんでか。くそ。おお、払ったじゃん。ほらほら、読んでくれ。ああ、すごいな。全部ね。おお、威嚇者を飲んできました。うわぁ、ここの風呂は嫌だなぁ。混乱。いや、混乱してるふりやめましょうよ。混乱。ひどいね、混乱してるふりがね。なんか保存になんか、ま、入ってないでしたっけ。やばい、こんなところかね。こんな壺をこうしまくってたら。状態上位2個じゃね、何にもなんか起きる気しないんですよね。夫の女神でしたね。これダメージいっぱい食らっちゃうんですよ、これ。悔しいな、こんなんで。こんなんでなんかね、回復アイテム使いたくないですけどね。
プチクルで回復しますか、ここで。でこれ7年前なんで、つって失礼します。加速ですね。これ痛み上げですね。あの種持ってなかったかな。持ってないですね。じゃあもう一回回復して、だから回復し終わったら結構また時間経ってるんで、一回ね止めてまたすぐね開始していきたいなと思います。はい、ではね、下る前に一回ね、止めておきます。